はい。では、今回は、クレイジーホースのポーンのマスターのスタート失敗。ブーストは一周一回まで使用かとします。必ず使うわけではありません。4位になるまで押されることも禁止です。やっぱよく飛ぶね。クレイジーホース調整が難しいな。曲がりすぎちゃうからね。もうこんな食らってるな。と行くと遠回りになっちゃうので今は行きません。うぅ、危ない。ファイティングコメント来るの早くないですか。これぐらい安定できればいいんですけどね。さすがにブースト使わないと一夜無理かしら。ワンチャンいけるかもしれないな。ショットガンで抜ける。くっ、そこに、あぶね。半分切った。いた。使わないでもなんとかなるかもしれない。おっと、でもパワーダウンするなこれ。多分回復しないと多分まずいなこれ。さすがに、さすがボディ最弱。あぶねえ。やっぱ見えないな。使わないとさすがにダメか。加速が貧弱すぎるもんな。ということで1回だけ使いました。あ、間に合わなかった。ブースト時間が6秒もないので 5.3 だっけか。ここに抜かれてもあ、見せてくれて。あれ、アコア、アコア。やっぱブーストなしは厳しいですね。まあでもこの場合は通常スタートしてブースト縛りもできるとは思いますけどね。